成績不振のソシエダがついに今のル監督解任へ。ソシエダは3人の公認候補リストアップしているという。ソシエダは、今のルアルグアシル監督を引き続き信頼しているが、すでに3人の公認が浮上している。ユディ・ガルシア、グレアム・ポッター、セルジオ・コンセイソンが、オラ・ベース・ディが考えている主要な候補だ。ユディ・ガルシアはロッカールームを管理し、ヨーロッパの大会で競争する能力があるため、ソシエダにとって魅力的な選択肢だ。もう一つの候補のポッターは、チェルシーでの経験は困難だったが、クラブの哲学に合った魅力的なプレイビジョンを持っている。一方、セルジオ・コンセイソンもポルトでヨーロッパのトップレベルで競争力のあるチームを管理する能力を示したため、強力な公認候補となる、と綴っている。コンセイソンだけは止めてくれ。少しイカれすぎていてソシエダには絶対合わない。セルジオ・コンセイソンはポルト時代中島翔也をガン詰めしててめっちゃ怖かったよな。ポッターは三笘を重用してたし日本人というかアジア人に差別なさそうで良さげ。どっちかというと、今のルが続けるか続けないかで迷ってると思うよ。一番の線はオーナー抜けた以上の補強も行わず戦えってのに無理がある。アルグアシルは悪くない監督なんだけど今までの成功体験で頭が固くなってるよな。システムに選手をはめようとするからハマらない選手が出てくるとうまくいかなくなる。今のルにはをやる、サディクを使えという至上命題を出されて同情の気持ちもあるが、さすがに潮時だと思う。安田がスポンサーになってからおかしくなった。夏に日本ツアーを2回もやらされて今のルも嫌になったんだろう。クロップが来たらどうなるかな。